こんにちは、山下のフリブです。今日はボストンクラブの跳ね上げ式フレームですね、テイラーをご紹介したいと思います。今かけているのがボストンクラブのテーラーです。形はこちら、ブロースタイルですね。今はサーモントスタイルということもあると思います。でこちらですね、この上の方にこうボリュームがあるデザインで、こうクラシックなスタイルですね。こちらのレンズシェイプですね、こちらはですね、ボストン型とウェリントン型を合わせたような、とても優しい感じのシェイプになってますね。そしてこちらテイラーの一番の特徴ですね、跳ね上げ式フレームになっています。こんな感じでね、跳ね上げて使うことができます。上げ下げのねフィーリングなんですけど、こうちょうどですねクリック感を伴うようなメリハリのあるこう動きをねするように作られています。こちらサイズはですね、レンズのですね横幅が50、そしてブリッジサイズが20、フレーム PD は70になります。ちょうどフレーム PD というのはですね、このレンズの中心からレンズの中心までの距離になります。そうですね、PD 目と目の間ですね、瞳孔間距離が60から70ぐらいの方がですね素敵にかけられるフレーム PD になっています。そしてこちらですね、テンプル調は147mm になります。今日は3色の、ね、カラーを用意してあります。今かけているのがブラックになります。テイラーの中でも一番人気のカラーですね。一番まあ定番的で間違いないカラーということだと思います。いろんな、ね、シーンのまあ服装シチュエーションに、ね、合わせやすいカラーですね。このサイズ感とこのテイラーのスタイルにも、ね、すごくマッチングしていると思います。では次のカラーをご紹介したいと思います。こちらがデミカラーになります。どうでしょうか。このクラシックなテイストのこのデザインのテーラーに、このクラシックテイストのカラーのべっこ柄ですね、とてもマッチングすると思います。こちらもですね、少し個性的なイメージ出ると思うんですけど、こういった色をですね楽しんでいただけるといいなと思います。では次のカラーをかけてみたいと思います。こちらがホーンになります。ホーンというとね、こう角っていうイメージだと思うんですけど、こちらですね、グレー調のカラーの中にですね、白いこう斑、細かいこう模様がね入っています。一見するとそういった模様がない感じだと思うんですけど、まあ、よく見るとね、こうちょっと入ってるっていう、とてもおしゃれなカラーですね。こちらもブラックとはまた違うんですけど、落ち着いたカラーでソフトなイメージを演出できるカラーになっていると思います。こちらのテーラーですね、こう跳ね上げて使う実用性もあると思いますし、こう跳ね上げて使う、ね、スタイルも、ね、楽しんでいただけるフレームになっていると思います。閉じた時にはかっこいいクラシックテイストのブローフレームとして、そしてこう跳ね上げるこう仕草が、ね、また楽しいんじゃないかなと思います。ぜひ山線でこのテーラーですね、体験してみてください。お待ちしております。メガネの話題やサングラスの話題、そして自分の好きなことや趣味なんかを動画にしてアップしてます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画を気に入っていただいたら、いいねボタンですね、ライクボタンもよろしくお願いいたします。楽しみにお待ちしてます。ではまた。